ち向きになるじゃないですか。綺麗になっちゃって お池、うん、これはね、抜いたんじゃない、池の水全部。あら、もっと深くてね、もう亀だらけだったんだよね。土入れたんだ。抜いたの。なんか結構、なんかあれに出てきたような気がするんだけどね。そうでしたっけ、池の水。池の水抜きますね。すげえ亀だらけだった。座禅湖。こっちは何ですよ、仙台湖。あの、海が仙台湖。うん。あら、綺麗じゃない。どう？これはあれ？メダカちゃんいる？いらない？わかんない。アメンボいた、アメンボ。今ね、我々、ね、信じられないようなものが絶滅準危惧種なの。メダカいますね。いますね。いる？トンボもいますよ。綺麗な。メダカって強いね。どこにいる？じゃあこの池は元気ってことじゃない？アメンボもいるよね。アメンボとか、あと廃液をする、なんだっけ、松もむし、太鼓地とか、うん、太鼓地はいっぱいいたよ、ね、子供の頃ケツ出して呼吸するんだよね。あれのでっかいのがタガメよ。水カマキリも見たこと。水カマキリいた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 、うん、あれもやっぱりお尻からあの管で、うん、呼吸するんですよ。去年あたりからね、去年の北海道、おととしかな、北海道で、なんか、うちの方の東京山椒魚っていうのも、うん、あの、取っちゃいけない、売っちゃ、取ってこんな小さいやつね、東京山椒魚、はい、あの、売っちゃいけないな、あっちの方にいるんだ、八王子とかね。もういるし、うん、いいね。あれ、あれは、何なの？あれは、もう？もう、ね、もうがなんか、あの、クレーターみたいになってる。青緑。青緑だろ。だと思います。ほら、風が渡ってくのが見えるよ。あら。いいね。水辺には行こってしまうね。うん。やっぱり母親の両親と同じだから。この間からそれ好きですね。あ、塩辛トンボ。まあ、少年の心に。ね、塩辛トンボ、赤トンボってすごかったよ。赤トンボなんですか、うん、赤トンボじゃないですか。赤トンボってのは汚いトンボよ、はい、赤だらけのトンボ。赤トンボは本当の、江戸弁というか。そうなんです。そうそう、あの、信用していいんですか。信用していいよ。赤トンボ、夕焼け小焼けの赤トンボ、あれだから本当なの。それは音程じゃないんですか。赤トンボ、赤トンボ。あと甲子園のね、もう決勝戦ぐらいになるといっぱい飛んぼ、赤トンボ飛んでたじゃん。今ちょっと直したね。素が出ましたね。俺もあっと思ったけど。まあ師匠はあの江戸っ子じゃないですからね。そうよ、はい、あ、亀いるじゃない。そう、亀、あれ亀、もっとね、うわーっていたんだ亀が。これはあの池の、あ、でも日向ぼっこしてます、うん、島で。亀はね、変温動物。しかもね、あえて体温めるね、ウチガメっぽい。師匠、ダーウィンが来たみたいになってますよ。師匠のダーウィンが来たシリーズですよ、もうこれ。そうやね、あんた変態動物だから。ありがとうございます。あれほら、石亀は日本古来のあれなんだよね。このプチプチ泡出てるのは何ですか。サンゴだと思います。下にカメいるんですか。どこメダカいる。アメンボいますよ。え、あ、でもこれ色ついたらいい目だから。どこ？え、俺目が悪くなっちゃったじゃん。ほら、向こうにカモンがあるとか、アメンボか目だから、うん、あ、アメンボしか見えない。これ、あ、メダカいた。え、どこに。水の中です。え、水の中です。当たる目だよ。空中に泳いでるわけないじゃん。なんで怒られないといけないんですか。
あんたが当たり前のこと言うからでしょ。説明のしようがないじゃん。でっかいでっかいカメ、ほら移動してるよ水中を。どれガメラ、ガメラだあれほら見て見て見て、ほら見てほら、あそこほらでっかいカメ。めっちゃテンション上がってます。どれそんなこんなことでっかでっかいだろ。仕事あれすっぽんかね。いや、そうなんです。やっぱ心を奪われるよね動物。あれはスッポン。でかスッポン。甲羅でわかるよ。スッポンだ。どれスッポンだよ。水の中にいるの、うん、そうでしょ、うん、だから主だよここの沼の。スッポンどこ行った。スッポン向こう、あの台の下の向こう行った。あ、入っちゃったのと、あとあれ半分水入ってるのスッポンでしょ。あ、甲羅でわかんの、うん、ツルンとしてるから、うん、あれツルンとしてるでしょ。あと草亀かね。スッポンと亀が共生するんですね。赤ミンガメ、あそこすごいよね。あの新宿御苑、ここメダカめっちゃ多い。あ、降りた。虫出てきた。あ、ほら、でかほら見て見て見て、ほら虫でっけえ。あれ、あ、ほら餌くれると思って近づいてくる。あ、近づいてくる。あ、慣れてんだね、うん、あ、あそこ登りそうですよ。あ、登ってきた。ほらほらほら、あ、すごい。ほら主がみんなで避けるんじゃない。どけ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 って。これだって寒いよ。ほらほらすごい。わ、首長す。ソラジのいてんの、あんた使えないですよ。だめだよ、不調で言ってんだから。不調が一般に知恵渡っちゃうじゃないですか。そうそう、上がってこないな、あれ。いや、この波紋ピチャピチャ全部これメダカだね。いや、このあれは結構丈夫な池なんじゃない。赤ミミガメだな。どれこれ泳いでんの。泳いでんの。やっぱり石ガメにないのか。石ガメが、あと草ガメね。うん、あれ臭いんだって。臭いですね。なんかもう肌がヒリヒリしてきました、日焼けで。ああ、そう。じゃあ、うん、どっか入る。ほら、メダカいっぱいいる。ちょっと美味しいチーズケーキとか食べたい気分ですね。あんた何言ってんの、こんな話して。そういうのをやっぱりリサーチしとかないとね。ちょっと何食べたい気分ですか。俺はまあ喫茶店でかき氷でもいいんじゃない。不安と元気よね。だってもうすぐ昼飯だもの。そうですよね。僕は倒れそうですね。倒れそう、はい、俺ソラジー倒れられたら俺生きちゃいけないから。そうですね、座ったままで移動ができなくなりますから。何言ってんだよ。俺は本当にね、ま、魔法の絨毯、弟子のことを心配してんだよ。そうなんですか。そうとは思わない。ただ高地は今回も一日仕事があったがために。そうとは思わない。あら、ギボシ。ちょっとこっち来なさい。はい、これどっちが本物の擬宝珠でしょうか。これあれにしましょう、サムネイル。叩くと分かります。ほらこの汗見て、この汗びっちょりですね。ちょっと拭かして、汗もになっちゃいそう。手が汗持ってる。汗持って、どこよりも長くいったんじゃないの、髪に。そうだね、お経は、お経もほら短かったからね。いや、でもね、ほんとずっといい天気みたいだから。俺のご加護よ。いや、いいことしてるもの。ねえ、ソラジ、タカジを育て、あと領事がいたらうちの一門はね、完璧なのよ。今は完璧じゃないですか。ほら、めめしい男なの。反省するっていいと思う。倒れてる。今は半端な一門なんですか。え、今は半端な一門なんですか。今はもういい一門だけど、領事がいてくれれば彩り的にね。いや、もう師匠がいるだけでいい一門ですよ。何言ってんの、あんた何も出ねえよ。何も出ないですか。おい、じゃあやめます。あんたね、損得力でそういうこと言うんじゃねえんだよ。帰りましょう。バカ野郎。ひどい。